今岡英司のぶらり歴史探訪チャンネルミニ、以前はね、北海道は函館にある赤血碑のことを紹介しましたけども、今回は割とその近くにある由緒ある神社函館八幡宮を紹介したいと思います。函館の神社やお寺さんはあまり歴史が古くないというイメージがあるかもしれませんが、ところがどっこい、この函館八幡宮は北海道の中でも割と古い部類に入ります。なんせ創建は室町時代の文安2年、西暦の1445年。この地の漁師であった、河野正道が函館元町に城を築く際、城の鎮守として、城のね、東南隅に、八幡神を、勧進したのに始まると伝えられるものです。ちなみにこの河野正道が北海道の臼杵市、現在のね函館市の弥生町というところに臼杵氏河野館と呼ばれるね館を築いたんですけども、この館が宝剣、つまり四角だったために函館というね地名の発祥になりました。ただね、永正9年、1512年、江戸地の開拓に反発したアイヌの攻撃を受けて臼杵氏館が陥落したために、河野氏一族は八幡神ごと避難で、まあ平和になったね江戸時代の慶安2年、1649年に、河野氏一族の御子が霊国を受けて、元町の、河野館跡地に八幡宮を移したんですけども、江戸時代の、ね、後期、完成11年、1799年に、東蝦夷をね、幕府の直轄領とした、江戸幕府が、ここにね、函館奉行所を置くことにしたために、文化元年1804年、幕府の費用で、社殿をね造営して、移してね、で、まあ、以降函館奉行所は東宮を祈願所として、江戸地の総社として崇敬、したということになります。で、まあ、広くね江戸地開拓に霊言ありと、信仰されたと言われておりまして、ここから北海道各地に勧進されて、例えば石狩市の、石狩八幡神社であるとか、室蘭市の、室蘭八幡宮、それから小樽市の住吉神社などが、まあ、作られたんですけども、肝心のねここ函館八幡宮は、明治11年、1878年に、類焼によりね社殿を焼失しましたので、官費をね持って、現在地に社殿を造営して、明治13年に改めて遷座。現在のね社殿は明治45年、1912年から大正4年1915年にかけて改築されたものになりますので、まあそれでもね100年以上前に建てられた由緒ある神社というわけなので、皆さんも函館に行かれた際にはぜひ足を運んでみていただければと思います。あ、そうそう、函館でジンギスカンを食べるんだったらジンギスカン命名亭が個人的には一押し。函館でも人気ナンバーワンの店だけあって、店内の雰囲気もさることながらその肉の味にも十分満足いくこと間違いなし。夜行くんだったら事前に予約をして食べ放題のコースで行くことをお勧めします。ちなみにこの店はランチもやっていますので、お手軽な価格で楽しみたいならそちらもおすすめ。それでは今岡英司の歴史探訪チャンネルミニ、次回また
お楽しみに。どうもご視聴ありがとうございました。チャンネル登録は右下のボタンをクリック。高評価やコメントもお待ちしております。